横浜海洋科学博物館は、かつて、神奈川県横浜市中区山下町に所在した海事博物館。1961年に横浜マリンター内にて、開館し、約27年半の公開期間の後、横浜港未来21の横浜マリタイムミュージアムに役割を譲る形で、1988年9月30日に閉館した。 第二次世界大戦が終わって、しばらく経った1950年代、横浜市への観光客は戻りつつあったが、市内の公園や戦災による焼け跡には、占領軍のかまぼこ兵舎が立ち並び、船と港しか見るものがないありさまであった。山下公園も1959年6月まで在日米軍に接収されており、訪れる人々は、ポートサービスの通船か、1952年に、 接種が解除された、大桟橋から港を見学したが、大桟橋の上屋には多くの見学者が集まり、しばしば港湾作業に支障をきたすこともあった。また、当時の日本には、海運や船舶、港湾について学び、親しみを深める教育施設や文化施設は少なく、神戸商船大学海事資料館、北海道大学水産資料館、 東京水産大学資料館の資料館がある程度であった。1957年のシルカホテル発起人会の場で、港湾運送事業者で構成する横浜イゼント会の会長であった串田海地は、神奈川県知事の内山岩太郎と横浜市長の平沼良造に海洋博物館の建設を提案した。即答は得られなかったが、賛同者を得て、 1958年の横浜港、開港100周年を機に具体化されていく。山下公園から通りを一本隔てた山下町14.15番地の約1100坪に高さ100メートル余りの展望塔と海洋博物館、無料休憩所からなる海洋文化センターを建設し、展望塔は民間企業、博物館は財団法人、休憩所は 市が運営する計画が立てられた。1958年9月9日、展望棟の運営母体となる横浜展望棟株式会社の創立発起人会が開かれ10月に登記を完了した。博物館の開設準備も進められ、同年10月14日の関係者間の打ち合わせで財団法人による独立採算制や展望棟との共通入管権の導入。 博物館の性格を海洋科学博物館とするなど、具体的な方針が定められた。1959年3月30日、神奈川県知事の内山岩太郎や横浜市長代理の助役田中翔吾、横浜商工会議所会頭の中良幸義、第三管区海上法案本部本部長、神奈川新聞社事業部長、横浜公運協会会長をはじめとする22名を、 北起人として、財団法人横浜海洋科学博物館、設立北起人会が海洋会館で開かれ、寄付為や田中正吾を設立北起人代表とする旨などが決定した。建設予定地の1,111坪は昭和電工の所有であり、近隣の日本郵船及びドイツ連邦共和国、所有地との間で勘違を行って日本優先491坪。 横浜市565坪、昭和電工55坪の所有とした。横浜天望棟が日本郵船と昭和電工の所有地を買い取り、市所有分は沈借することとした。1959年4月2日に自賃災を挙行、同年12月8日に着工した。構造上、タワー部分との分離発注ができないため、横浜天望棟が一括して、 清水建設と工事契約し、1960年1月11日に博物館が横浜展望棟に3000万円で工事を委託した。このうち2500万円は市の保証により銀行から借り入れ500万円は横浜展望棟からの寄付金で賄われた。1961年1月10日の理事会で入館料を大人20円、中高生15円、 小人10円、タワーとの共通券を大人100円、中高生80円、小人50円とする旨、開館時間は原則として午前9時から午後5時までとするが、なるべくタワーの営業時間と同一とする旨が決められた。同年1月14日に春工式が開かれ、市、県や公安、海運関係の招待客2500人に、前日まで整備が続けられた館内が公開された。 1> 翌1月15日、横浜マリンタワーのオープンと同日から一般公開が始まり、初日は5758人の入館者で終日、賑わった。1961年7月2日に横浜海洋科学博物館ともの会が発足した。年会費100円で会員証のバッジと博物館新聞を受け取ることができ、会員証の提示で入館することができた。 毎月第1日には例会が開かれ、映画会や講演会、見学会などが実施された。1961年度の会員数は196人で、小学生が7割以上を占めた。1962年1月24日には、神奈川県教育委員会より、博物館法第2条に基づく登録博物館の資格を取得した。 1961年度には年間入館者数79万人を記録したが、その後は前言傾向をたどり、1965年度には50万人ほどまで減少して、独立採算が困難となった。建築費の借入金の支払いは困難になり、1965年には市からの借入を行った。この借入金は1971年度に、 市の補助金として生産された。敷地所有者である横浜天望等及び市との間で、土地賃貸借契約を結んであるが、横浜市分の借地料は,は1962年度、横浜天望等分は1970年度より免除されている。1968年には入管料の値上げが行われた。会館時の職員は、館長、次長各一名、事務員五名、 食卓3名で、その年の4月までに学芸員3名、事務員、食卓各1名が増員され15名体制となったが、1967年度までに、館長、事務局長、学芸員、各1名、事務員3名、食卓2名の各8名となった。開館準備から博物館活動に尽力した館長の関谷健也は、1970年により、 病気療養のため顧問に退いた。学芸員の減少に伴い、毎月のように行われていた友の会の活動は縮小。会員層も小中学生から高校生中心となっていった。熱心な会員らによる自主的な活動も行われたが、1971年4月の貨物船見学会をもって友の会の活動は実質的に終了。 翌年3月25日で、友の会は解散し、博物館新聞も176号で週刊となった。この頃には、博物館が赤字で閉館の危機にあると新聞で報じられるようになった。実際には、収入源で展示会は困難であったものの赤字は出ておらず、所管の横浜市経済局も閉館は検討していなかったが、この報道は市民の関心を集めた。 学芸員の働きかけで、柳原良平をはじめとする文化人や会事、関係者による支援の動きが生まれる。1977年1月28日、柳原を代表理事として横浜市民と港を結びつける会が発足。同年4月に850人の会員で指導した。同じ頃、下の街で外壁のタイルが剥落する事象が発生。 早急な修理を要するため、市に補助金を申請した。柳原らによる博物館支援の動きもあり、1977年度からは独立採算性を維持しつつも、市から人件費を含めた補助金が交付された。1978年からは、展示のテーマを海洋全般から船舶と、港湾中心へと転換が進められる。海洋。 気象部門の展示を終了し、水産、漁業の展示を縮小、捕鯨に関する展示を撤収した。これに変えて、開館以降の造船、海運の変遷を反映して、1981年度に、コンテナ船、キャンベラ丸と重量物運搬船、若きく丸、1982年度には、自動車運搬船、横浜丸、バラ積み貨物船、 正午丸の船舶模型と横浜港をモデルにした港で働く船のパノラマ模型を導入した。1983年、かねてから誘致を進めていた練習帆船日本岸の横浜での保存が決定すると誘致に採取氏が作成した小船日本岸保存活用基本計画書に盛り込まれた展示館併設構想が動き始める。設計協議が行われ、 日本岸のドックを中心に、同心円状に緑地を作り、その半地下に展示館、マリタイムミュージアムを設ける案が採用された。1982年12月、財団法人横浜海洋科学博物館の理事会は、21世紀の船と港のミュージアムを目指してと題して、施設の境愛、老朽化の制約からドックへの移転の構想を策定しており、 日本岸展示館構想と合わさって、具体的に進展していく。1983年4月1日には、主幹局が横浜市経済局から同行案局に変更となり、同年6月16日の事務局長交代で、本財団法人の事務局長と、財団法人反戦日本岸記念財団の常任理事、事務局長が兼任となる。 1986年から1987年にかけて、明治、大正、昭和戦前の日本商船をテーマに、客船に心座式丸、貨客船、テルクニ丸、貨物船、機内丸、赤城山丸、客船、天洋丸の船舶模型が制作された。これは、従来の展示内容に不足していた分野であるが、新ミュージアムでの展示を前提としたものである。 1987年7月25日の理事会で、新ミュージアムは、日本ガ財団による運営が妥当であり、本財団は適切な時期をもって解散する、基本方針が示された。1988年1月28日の理事会では、解散自由や残余財産処分、事務局職員は解散の日をもって、全員退職し、日本ガ財団とする、旨。 役員も全員解散の日をもって退任し、その一部は日本安財団の役員になる旨が決まった。本博物館は博物館法上の登録博物館であるが、新ミュージアムは登録博物館としない旨が確認された。1988年7月1日の理事会で、同年9月30日をもって博物館を閉館し、 財団を解散することが正式決定した。解散理由として、開館以来28年近くを経過し、老朽化、共愛化で、新しい時代に即した、博物館運営に制約を受けている。1987年に、本館で独自に打ち出した将来構想を受け、市が、日本丸メモリアルパーク内に、横浜マリタイムミュージアムを建設中である。新ミュージアムは、 日本ん財団が一元的に管理することが最も効率的、経済的であると考えられる。横浜海洋科学博物館の管理運営を主たる目的としてきた本財団は同館閉館をもって使命を終え、基本理念、事業は新ミュージアムに継承される。旨を発表した。8月の日曜日には小学生向けの夏休み恒例の催し物であった。 紙で船を作ろうが6年ぶりに開催された。8月31日には最後の企画展としてこれまで収集した資料を展示する所蔵品展が終了。9月30日に27年9ヶ月に及ぶ歴史に終止符を打ち閉館した。横浜マリタイムミュージアムは海洋科学博物館閉館のおよそ半年後、1989年3月25日に 市政100周年、開校130周年を記念して開催された横浜博覧会のパビリオンの一つとしてオープンした。常設展示室2116平方メートルと特別展示室353平方メートルを合わせた展示面積は従来の博物館の約3.5倍となった。その新ミュージアムも開館から20年を経過し、展示の老朽化、 新婦家が見られるようになり、2009年に横浜港を中心とした展示に改め、横浜港博物館としてリニューアルオープンした。かつて横浜海洋科学博物館があった横浜マリンタワー3階は貸し切りパーティーなどに利用できる横浜マリンタワーホールとなった。ドーナツ状のフロアの外周に沿って時計回りに7区画、中央部の倉庫沿いにも展示コーナーがあり、 1961年の開館当初は夏季の八区格で展示が行われた。主要展示品のうち7割が船舶模型をはじめとする模型で2割が電動のものであった。1961年4月頃の展示品目録には夏季に内で記すように出品者が記載されていた。海洋全般から船舶と港湾中心の展示に転換し、 1983年には、夏季の展示区分となっていた。1988年の閉館時点には、夏季の展示区分となっていた。映画の上映会は、博物館初期において、友の会と並ぶ重要な活動と位置づけられ、1961年度から1963年度は、月曜から金曜まで午後2回、1964年度から1966年度は、 火曜、木曜、土曜、日曜の午後に2回。1967年度から1976年7月までは、毎週日曜の午後に2回上映された。3年近くの中断を挟み、1980年度は5月、7月、8月、10月から12月、2月、3月に、月1回日曜に2から3回。 1981年度以降は、原則毎月1回日曜に上映会が開催された。入館料の他に別料金は必要としなかった。1977年度までは、友の会の活動として、船の見学会が行われてきたが、常日の通り友の開会解散に伴い、船会社の協力を得て1979年から1987年まで年1回、 博物館の主催で貨物船の見学会が行われた。1983年から1988年までの各年6月には不当の見学会も実施された。1981年度から毎年11月後半に主に成人を対象とした開示講座が開催された。2週連続で1週目は専門家による総論、2週目は 現場経験者による格論という構成で、収容人数の関係から、館内の集会室ではなく、横浜市開港記念会館を借りて行われた。1980年7月に、収蔵庫として使われていた坑道の一部に、開花式の図書室を開設。毎年100万円の予算での購入のほか、開示関係の図書には非売品のものも多いことから積極的に寄贈を受け入れた。 1988年8月末時点での蔵書数は5342冊。日本中新聞類法が採用され、特徴的な分野では、郷土資料255冊、開示工学721冊、船舶、官邸274冊、公開学515冊、海運1433冊、港湾418冊、文学504冊などが挙げられる。 検索用図書目録は未整備であったが、館外への蔵書の貸し出しもいった。定期観光物として、1961年11月25日の総刊号から1977年3月25日の176号まで月刊の博物館新聞が発行された。タブロイド版2ページ。友の会会員及び小学生を対象とした平易な文章で、 海洋全般の記事や博物館からのお知らせなどを掲載した。1978年3月25日からはこれに代わり、1988年9月25日の41号まで、館方、船と港の博物館が発行された。タイトルの通り船舶や港湾、博物館での出来事が記事の中心で、発行頻度は4月、7月、10月、1月の 期間であった。1973年から1975年と1980年から1988年は横浜港客船入港予定を発行。館内で無料配布したほか、希望者には郵送で反布した。このほか、企画展の図録なども発行された。特別展は1965年に開かれた後やや期間が空いて、 1970年からはほぼ毎年特別展や企画展が開催されるようになった。日川丸や横浜中華街、港の見える、丘公園など観光地に近い立地にあり、本館の入館者数も観光客に比例した。1982年8月の調査では、横浜市内の入館者が2割、横浜市を含む神奈川県内約3割、県外7割であった。 大人と小人の比率は約4対1であった。1983年から1987年の平均の月別入館者は8月が最も多く3月、5月、1月がこれに次いだ。12月は少ない傾向にある。年間入館者数は通年営業初年度の1961年度の79万人が、 ピークで1966年度には50万人を割り込んだ。その後増減を繰り返し、1975年の40万3000人が、そことなって増減を繰り返しつつも増加傾向に転じた。通年営業最終年度である1987年度には58万4000人の入管者があった。 閉館1ヶ月前となる1988年8月末までの累計入館者数は延べ1422万9532人であった。開館時間は当初は午前9時から午後7時で1970年度に午前10時開館に変更。1979年度に午後5時30分閉館。1980年度からは午後5時閉館と、 なったが、8月の土曜、日曜に限り午後7時まで開館した。ありがとうございます。